スコット・ミルハウス・ギンプルは、アメリカ合衆国の脚本家、プロデューサーである。ニュージャージー州バークレー・ハイツで育ち、ガバナー・リビングストーンハイスクールを卒業した。南カリフォルニア大学映画、テレビ学部を卒業した。NBC の、ライフ真実へのパズル、フォックスの、ドライブ、ABC の、フラッシュフォワードの脚本を執筆した。ギンプルはまた、ゴーストライダー2の脚本を、 セス・ホフマン、デビッド・エス・ゴイヤーと共に執筆した。2011年、AMC のテレビシリーズ、ウォーキング・デッドの第2シーズンより、プロデューサー兼脚本家として、参加を開始した。第2シーズンでは、第3話、最後の銃弾、第7話、死の定義、第10話、決闘の脚本を執筆した。2013年1月、ギンプルは、 第4シーズンにより、グレン・マザラに代わって、ショーランナーを務めることが報じられた。他に、ディズニーの、ペッパー・アン、ザ・シンプソンズのコミックの脚本を執筆している。さらにテレビアニメ、学園パトロール・フィルモアを企画した。ビル・モリソンと共にコミック、ヒーローズ・アノニマスも執筆している。制作脚本、ありがとうございます。